次に青山正幸君。青山正幸君。はい、日本維新の会無所属の会、青山正幸でございます。本日も大変貴重な時間ありがとうございます。早速ですが、まず医療法の、ことについて、質問いたします。まあ、先ほど来受給推計について、医師の受給推計についての議論があったわけです。で、私もそのことについて、疑問を持っております。というのはですね、医師のですね、要請といいますか、医学部の定員、これ昭和35年頃からですね、人口10万人あたり150人と、これは欧米を目標にしているんだと思うんですけども、で増やしていくと。で、昭和48年閣議決定でですね、無医大権の解消構想が立てられたと。で、ずっと増えてきたわけですね。で、これが資料の1を、ご覧いただくと、こういう形で最初の頃はですね、増やしていったと。ずっとですね、1980年くらいまで。で、昭和56年に琉球大学の医学部が開設されて、で、昭和61年、だからこの表だと1980年のちょっと翌年ですけれども、全国の医師が1割過剰とされて 10% 削減しなければということが言われ始めたようです。で、医学部定員がこの頃8300人前後だったのがですね、今までずっと増やしてきたのが削減が開始されたと。で、これが平成12年にはですね、7695人まで減っていったようです。で、そうしたところですね、平成18年には、これ2006年ですから、これで見ると2005の7695人の頃だと思うんですけども、やはり医師の受給検討会でですね、この時どういう需要と供給が見込まれたかというとですね、なんと2022年、つまり来年ですね、需要と供給が均衡されると、こういう予測が立てられたわけです。でですね、この時には医師不足だったわけですね。この頃多分一番医療がですね、例えば救急車が、もう本当に東京都なんかもう2時間もたらい回しになるとか、そういう時期だったと思います。で、さすがにこれはまずいんだろうということでですね、これ非常に英断だったと思いますけども、平成20年の6月に骨太の方針、2008年でですね、医師の増員が決められてですね、で、そこから医師が順調に増やされてですね、令和元年度には9505人ですかね、医学部の定員ですね、増えてきたと。で、そうしたところですね、今度は平成30年の、閣議決定、これは経済財政運営と改革の基本方針2018ですけれども、これも話題となっている通り、2020年、21年については、おおむね維持ですけれども、22年からはですね、受給等に 受給推計などをした上で、状況に配慮しつつ、医学部の定員の減員に向けて医師養成数の方針について検討すると。今度は一転してまた減らすという話になってしまったわけです。で、それがですね、配布資料に、そのところがですね、ごめんなさい、配布資料に、配布資料にご覧いただきたいんですけど、これは前回も私の方でちょっと指摘させていただいた病院会のアンケートです。で、これ病院会のアンケートで、何をもって医師不足とするのかとの意見もありますが、ここでは寺院の医療機能の維持に必要な勤務医についてお聞きしますと。で、勤務医がですね、不足しているという答えた人が 40.9%、 やや不足しているという答えた病院が 46.7% でですね、9割近くが不足していると言ってるわけです。これ去年の話です。これで充足しているというのはわずか1割に過ぎないわけですね。で、こうして見るとですね、やはりもうまだ医師不足は解消されてないと。で、先ほどの申し上げた平成18年の医師の受給推計は大間違いであったということが言えるわけです。でですね、今年といいますか、去年今年とですね、新たな要素が加わったのは皆さんご承知の通りで、このコロナのパンデミックでですね、医療崩壊、これが起きると。で、日本医師会の会長なんか まさに先頭に立ってですね、医療崩壊、果ては医療壊滅とまで言われて。で、ご承知の通り、勤務医の皆さん、第一線でですね、一番病院で重症者など見ていただいている方はですね、過剰負担、これ言われている、これも否定されない事実だと思います。で、ところがそれにもかかわらず、これ私非常に残念、びっくりしましたのは、
資料3の1と2、まあ、裏表ですけれども、結局のところこれだけの事実が生じたのにもかかわらず、資料3の2裏面を見ていただくとですね、偏在対策を行う前提のもと総意指数を抑えていくということであるから、偏在対策がどの程度進行したのかという検証を行いながら地域枠についての議論を進めていくのが良いではないかと。結局総意指数を抑えていくという方針全然変わってないわけですね。これ本当に国民の議論、理解が得られるのかと。これだけですね、飲食業その他のサービス業を犠牲にしてですね、医療崩壊してしまうからすべての行動を抑制してくださいと、まあ、自殺者がですね、例えば子どもなんかで、前年度に比べて大変増えていると、そういう多大な犠牲を払いながらもですね、まあ、医療を守るためにということでここまで国民に、まあ、我慢をお願いしておきながら、一方で今足りないのに、その確実ではないことが明らかな需給推計でもって減らしていくと、まあ、こんなことでいいのだろうかと、まあ、誰もが考えるはずなんです。で、例えば需給推計はですね、先ほど共産党の宮本先生が言われていた通り、まずその基礎となる計算式がよくわからん上にですね、例えば寿命がこれからもまた順調に増えてですね、平均余命といいますか、亡くなる方が90を超えてくる、まあ、そんなことになれば当然ながら医療の需要はもう極端に増えていくわけですね。ここから人口も高齢化するわけですから、高齢者層がますます増大するわけですから、まあ、そこで、まあ、政府参考人というふうに通告は冊子をさせていただきましたが、まあ、時間の関係上大臣にまとめてお答えいただきたいんですけども、まあ、こんなふうに右往左往当てにならない将来予測に基づいてですね、医師の増減をするのではなくて、現状を重視してですね、まあ、地域専門科目勤務医開業医の偏在も問題となっていて、さらに勤務医が不足したのは明らかなわけです。でこれを是正するための強制力、例えば開業規制とかが取れないのであれば、もう絶対数を増やすしかないと思うんですよね。で増えれば当然勤務医だって増えていくわけですから、例えば開業しても食っていけないと思えば病院に入らざるを得ないわけですね、まあ、あるいは地方大学の定員を増やしていくと、まあ、こういう形を取るべきではないかと現状を踏まえれば思うんですけども、大臣のご所見をお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。まあ、高齢者は一定増えていきます。しかし一方で、まあ、人口自体が減っていくわけであります。そんな中で、まあ、医療需要というものを推計をいただいております。もちろんこれは感染症が大幅に拡大したというようなそういうものは入っていないので、そういうものをただこれは常態化をすれば当然その中に入っていくと思います。コロナのような感染症が毎年毎年起こってですね、ずっとこのような需要があるということになればそれは入れざるを得ないんでしょうが、今のところまあそう状態といいますか通常はそうではないということで、そこを念頭に置いてですね、やはり需要を考えませんと、人がいるということは医療保険でございますので、これが保険制度じゃない中であれば、まあ、ご自由に必要な方に必要なお金を払っていただいて医療を受けていただければいいので、そこは自由の選考のもとにやっていただければいいんですが、保険となりますと、まあ、その方々がなんとか生きていくためには診療報酬を上げなきゃならないと、するとそれはですね、そのまま保険料等々に跳ね返り、また自己負担に跳ね返りますから、まあ、そういうちょっと半分公的経済みたいな中でおいて日本の保険制度といいますか保険制度というものは成り立っているわけであります。するとですね、やはりそこは適正配分をしていかなきゃならない。ただ減らすわけではなくって、まずは需給が一致するまでですね、これは増やし方を多分こう緩めていくというような形。しかも問題なのはこの医師の養成というのは必要だからといって1年2年でできるわけではなくて、もう今ご承知の通り8年から10年かかるというとですね、今やってやっと8年後10年後であります。10年後であったらこれは20年後になるわけでありますから、そこまで含めてこれは需給推計出さなければならないということであります。ただもちろん状況が変わればですね、その時にはまた新たな計画という話になるとは思いますが、今そういうような先のことを考える中においての医学部の定員枠をどうしていこうかということをご議論をいただいているということであります。青山正幸君。
今ですね、まあ、ちょっと驚くべき答弁、まあ、本音はそこだろうなと思うわけですけども、保険制度であってもそれ別に医療者のですね平均年収を維持するために我々は保険制度国民皆保険制度を維持しているわけじゃないわけですね。例えば、まあ、開業医の方が2倍になったとして、で需要といいますか患者の数変わらなければ開業医の売上が半分になるだけの話ですね。でこれが今の日本の、普通の、労働者のように非常に低い賃金であるならば半分になればそれは大変切ない。でもご承知の通り今開業医の年収というのはおそらく1000万軽く超えているわけですね。でそういう方たちの年収を所得保障するために、医者を増やすのはダメなんだという答弁なんだと思うんです今の話だと。それからもう一つは医師を増やすのに8年10年かかるのであれば減らしてしまったらそれこそ大変ですよね。今足りるかどうか分かってない、現に足りてないのにここから減らして、あ、やっぱり足りなかったって時に増えるで8年後ですよ。これはダメなわけだからそれちょっと違うんじゃないかと思うんですけど、まあ、そこだけちょっと短くで結構ですけど。田村厚生労働大臣。時給推計はこれ開業医をやってるわけではなくて勤務医も含めてやっておりますので、勤務医自体も余ってしまうということが起こってくる。もちろんそれは診療科でありますとか地域偏在というものはこの中にしっかり組み入れながらどういうふうに要請してかということは考えなきゃなりません。それからですね、そのちょっと何をあれしてるか分からないんですが、例えばもう医師でもいらなければそれはもう失職させればいいんだと、もうそんなにいらないんだからというご意見だったのかも分かりませんけども、これ医師養成するのにかなり国としてはお金を公費を使っているものでありますから、まあ、そういう意味からいたしますとやはり医師というものはそれなりに計画的に今までも定員枠というものはですね議論をしてきたわけでありまして、もちろんですねこれ減らすんじゃなくてまだ増えていきますから増え方どうするんだっていう議論をしているので、ちょっと減らすという議論ではなくまだ定員枠は以前よりかは増えておりますから医師はまだ増えていくのをどれぐらいの増やし方にしながら受給をどこでマッチングさせるんだというところをですね、これからしっかりとこれは推計でありますけど検討した上で決めていかなきゃならないということであります。青山正幸君。はい、水掛け論になりますのでここでやめておきますが、例えばですね私医師の年収が減ったとしても失職にはならないわけですよ。お医者さんって我々も弁護士で例えば、いきなり司法試験改革で弁護士の数3倍増にされました。だけれども誰も失職はしてないわけですよ。年収が下がっただけです。みんな等しく貧しくなっただけです。それと同じことなわけですから、何も私は今足りないことが分かってるのにそこでその将来推計でもってその私分からないのは厚労省って医師の数が増えてると国民の医療費が増えるとか思ってるんですね。これ調べてみると20年か30年前の事務次官の方がそんなこと言ってるもんだからみんなそう思ってるんだけど、そうじゃないわけですよ。競争があれば普通は下がるんです。価格は今は価格を弁護士がそうでしたけれども人数制限してれば上がるんですよ。競争制限してればだからなんでそこで医師の数を維持するあるいは若干多いとですね医療費が増えると思うのか、そこがちょっとよくわからない。で、まあ、今日ちょっと時間がもったいないのでこの議論はこの辺にしておきますけど、またこれちょっと続いて議論させてください。で次にですね抗原検査についてお話をお聞きします。前回ですね私との質疑でですね大臣抗原検査に代金はないと言われた、まあ、それ必ずしも間違いじゃないんですけども、それは定性検査にはありません。ただし抗原定量検査には唾液検査もあってですね、これ配布資料の4つけときましたけども、このルミパルスというのはですねこれは唾液でできる抗原検査です。なのでまあ正確にというためだけの話ですけども、ここについては前回の答弁ちょっとご訂正いただきたいんですけど、いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。まあ、抗原検査には定量と定性がありまして、おっしゃられるとおり定量検査、これ日本の今検疫でやっておるのはこのルミパルス定量検査を定量検査やっておりますので、ただその時は介護施設という話でございましたので、ここで会員に使えるものとなるとこれは定性のキット
抗原検査キットということで、今厚生労働省が推奨しておりますのはこれでございまして、もちろん定量検査も一つだと思いますが、まあ、施設等々設備が結構いりますので、まあ、PCR でもですね、今十分に同じような時間で出てくるようなものもありますから、まあ、そういうものを利用していただきながら、どちらを使っていただくかという形の中において対応いただければありがたいということでございまして、言われる通り定量検査の方はこれは唾液でも今検疫で空港などでやっております。青山正幸君。はい、ありがとうございます。それでですね、さらに進むとですね、実は定性検査の方でもですね、未承認のものをいくつか出てまして、で中にはですね、CE ヨーロッパのですね、指令に、ヨーロピアンコンファーマシーですかね、 EU 指令に適合したという、そういう認証を受けているものもあるんですね。でそれ見ると、まあ、カタログデータですけども、感度が 95%、 これ陽性率ですね。で得意度が、まあ陽性率にかかるもの、得意度が 98.78% とですね、まあ、PCR 検査と大差がないようなものも出てるんですね。でこれすごくやはり役に立つと思うんです。なぜかというと簡単にできて、ですぐに結果が判明する。で貿易上の目的では時間かかっちゃうとあんまり意味がないもんですから、これすごくいいと思うんですけど、こういった製品の承認を急いでもらいたいと思うんですけど、この点について大臣のご見解をお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。申請が出てくればですね、しっかりと審査した上で承認できるかどうかという議論というか判断をさせていただきたいというふうに思っております。青山正幸君。はい、それでですね、私も申請出てるかと思ったら出てないんですね。でこれ国として必要なものだと思うので、まあ、やはり厚労省の方が、まあ、それはもちろん民間がやることではありますけれども、貿易上必要であればちょっと積極的に動いていただきたいなと思ってますので、まあ、ぜひ検討してください。それまた次回やらせていただきます。それからですね、高齢者施設対策、これもものすごい重要だと思うんですね。で前回の質疑後にですね、まあ、新聞が2紙、私の質疑に関連するというわけではないですけれども、大きく取り上げております。まず朝日の方ですね、これ資料の6ご覧いただけるとですね、5と6ですね、高齢者施設の感染2波までの5倍と、まあ、多くの方が高齢者施設で亡くなっているわけです。これ5倍っていうんですから、ものすごい話ですね。そしてですね、裏面を見るとですね、高齢者施設対策置き去りと、進まなかった定期検査と、もうまさに私が指摘させていただいている通りのことを言ってるわけです。でこれですね、私は迅速抗原検査をしかも頻回にっていうのをこだわるのはですね、これ医学的な裏付けもあるわけです。その前にちょっと今朝日の記事を少し紹介させていただくと、高齢者施設で2人以上が感染した集団感染は1176件、医療機関で992件、昨年10月末までの累計と比べて高齢者施設で5倍、医療機関で3倍です。増えてるんですね。これ増えてるところを抑えないと、もしかしたらこれを抑えてたら、この第3波だの第4波だのっていうことなかったかもしれないんですね。5倍ですから、何せ。でしかも非常に大きいのはですね、東京都で1から3月に亡くなった1100人の感染経路を集計すると、なんと6割近くが高齢者施設医療機関、大阪府でも同様の経過と。つまり死者重症者下手すれば6割ここを抑えれば減るんですよ。でこれやらないで、なんでね、私ね、飲食店の見回りなんていう話になるのか、尾身先生今日も言ってましたけど、見回るんだったら高齢者施設ですよ、これだったら。でそこでお伺いしたいんですけど、まず政府に聞きたいんですけども、同じ期間全国死者のうち何割が高齢者施設で何割が医療機関で亡くなっているのか、全国は分からなければ自治体だけでもいいですけども、お答えください。塩林健康局長。お尋ね の全国のデータはですね、網羅的に把握してないのでお答えできないんですけれど、大阪府、そこは公表してまして、時点はちょっと違います。昨年の10月10日から3月26日にかけての死亡者全体で943名、でそのうち、高齢者施設が273、障害者施設が1、医療施設が273、合計で511で、パーセンテージでいうと 54% ということです。青山正幸君。今答えられた通りで半分なんですよ。
高校生アップアウトするのは先決に決まってるじゃないですか。でしかも私ちょっと許せないのが、これデータ把握してないんですよ厚労省が。で私全国の自治体の分を教えてくれって言ったら分からないと。で今一生懸命分かる分実は数字は上がってきてると。で今集計してると。でこれ多分一昨日の昼頃言ったんだけども、まだ集計終わってないから出てこないという話なんですね。そうなんです。一番重要なところが分からずになんでこれで貿易対策やれるのかと、私はそれでね疑問があるんです。尾身先生もすごく頑張っておられるのは分かるけれども、こういうところをきちんと指示してもらわなければ。だから私ここのところね、尾身先生一生懸命飲食店の見回り、飲食店の見回りと飲食店永久閉鎖だなんてまで言われてる。こんなそんなこと言って飲食店を潰すよりはできることあるじゃないですか。なんでそれを調べないのかが全く分からない。でさらに話し進めるとですね、実はこれ簡単に抑えられるんです。尾身先生は、先日の質疑で、私との質疑で、高齢者施設の検査というものはこれは当然頻繁にやった方がいい、絶対にこれはいいです、1ヶ月に一遍やれるよりも1週間に一遍、2週間に一遍、頻度を多くした方がこれは有効であることは間違いないですと。これその通りなんです。で添付資料の7見ていただくと分かるんですけども、これはサイエンスのですね、姉妹誌に載ったもので査読済みの論文です。ですから非常に権威があると。でこれ見るとですね、これはいかに集団感染を防止していくのか、貿易上の観点からシミュレーションしたものですけども、ここの図にあるのは集団スクリーニングレジュメンの有効性は頻度に依存すると。つまり集団スクリーニングの計画は頻度が多い方がいいって話なんです。でこれ見ると毎日やれば 100% 防止できると。で3日に1度でももうこれ9割近く 80% 超える数字で防止できるわけです。つまり先ほど言ったような簡単な大気でもいいです、あるいは鼻腔検査でもいいです、大臣に教えてもらいましたけども、鼻咽頭ではないので今の検査キットは自分で鼻にこうやって突っ込んでですね、綿棒をコシコシコシと5回やればいいだけですので、別に大気でなくても鼻腔検査でいいと思います。それが1100万だったか、もうすでに生産されているというわけですよ。でそれを使ってこれ3日に1遍やれば、まあ、8割9割方防げると。つまり死亡者が半減できるわけですよ。なんでこれをやらないのかと、こっちが優先順位先だと思うんですけど、尾身先生それいかがですか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。2点申し上げたいと思います。院の高齢者施設での検査重点的にやるということはもう前も申し上げた通り私は大賛成で、これについては我々もかなり前から国にこのことをやってくれということで、今回もですね、実は飲食店の見回りばっかりが強調されている、実はもう高齢者施設のことは前から言ってるから、今回のパッケージにも明らかに高齢施設での検査というのは重大、重要プライオリティに入っているので、これは飲食店のこととか二者択一じゃなくて両方必要だということだと思います。それから2つ目の、今のサイエンティフィックのペーパーの話ですけど、これは結論から言いますと、私は高齢施設この抗原キットですよね、先生おっしゃっているのは、私はこれはもうこれは繰り返しませんけど利点があります、利点がありますから、ただし欠点というか PCR と違う側面もあるんで、これうまく使うことが必要で、ポイントは私は4つぐらいあると思います。基本的にはこの抗原検査というのは有症状者にやることが有効、これはもういいですよね。と同時にそれから無症状者にやる場合にはやはり事前確率が高い集団に用いるべきだと思います。それから高齢者施設に用いる場合はどちらかというとやっぱり感染者が発生したところを中心にやる方がこれは有効。それから最後いわゆるスクリーニングの話ですよね、感染者が出てないスクリーニングというものは私は特に感染が進行している、全く感染がないところでやるのは有効じゃないので、感染がもうすでに進行しているところにの高齢者施設にやることは効率的で、その時には私は頻回にやるということが効果で、その時はできればですね、PCR 検査と合わせることも重要だし、頻回の度合いというのはキャパシティによる、ただ今抗原検査キットはたくさんあるので、私は今言ったような条件で感染が全くないところにやる
というのはほとんど陽性者出てこないので、感染が進行している地域の高齢施設には頻回に抗原キットをやって、まあ、PCR でそのリミテーションを補足するということが一番いい考えだと私は思っております。青山正幸君。はい、さすが尾身先生だと思います。おっしゃる通りだと思います。PCR 検査、例えば1週間に一遍組み合わせる、でその間は抗原検査で補う。抗原検査は先ほども申し上げた通り、まあ、精度が高いのも出ておりますの でそれからまあどの程度のウイルス量があれば出てくるのかという話もあるので、先生は多分その辺を意識されていると思います。で、まあ、この論文またお時間あれば目を通していただきたいと思うんですけども、この論文にはウイルス量どのくらいあると、まあどういう検査が有効なんだということでですね、でそれを見るとやっぱり頻度が優先されるというふうにこの論文は、まあ、私の読むところによると見れるんですね。それでこの資料のですねところ見ていただくと分かるんですけども、この赤線引いておるんですけども、アクセス可能性、頻度およびサンプル採取から結果回答までの時間を優先すべきであると、検出の分析限界は二次的であると、こういう限界ものになっているものですから、またぜひ先生これをお読みいただいて、場合によってはまた議論をさせてください。で、あとですね、その方法としては今言ったように、まあ、別に私も抗原検査だけにこだわるわけではなくて、とにかく頻回検査でもってより良い方法を見つけていって、日本において最大の発言、実はスウェーデンも同じだったわけですね。スウェーデン一日死者が多かった、あれ何かというと高齢者施設でみんな亡くなってしまった。でそこで反省して高齢者施設に対策を徹底させたら死者が激減したんです。まあ、多分大臣もご承知だと思うんですけど、ですから私はやっぱりより確実で有効なことを取るのがいいかと思っています。でですね、驚いたのがですね、資料の丸8、丸9ご覧ください。日本経済新聞、非常にいいですね、コロナ関係の分析いつも出しています。よその新聞がどうしても情緒的で煽りがちなものに比べて、日経はいつもいいのを出すんですけども、これ見ると驚くような結果出てるんですね。高齢者施設への職員の検査実績は自治体によって差があると、ずいぶん差があるわけです。最高の京都府は 86.2 で、これ大阪残念ながら 44.0 です。でこれを並べ替えたものが資料9です。これ本当は厚労省のデータでですね、全国でやりたかったんですけど、これまだ出ないというので今日のところは出せません。まあ、今日中くらいには出せそうなの で、いただけるという話を聞いているので、そしたらまたやりますけども、一番多いのが、京都で86、次は東京73、福岡が72です。で札幌医科大学がすごくいいデータベース出してくれてるもんですから、それでやってみるとですね、成績のいい京都や福岡、京都が一番いいわけです、一番です。福岡3番です、東京2番です。これ資料10見ていただくと重症者が少ないんですよ、やっぱり。で成績が残念ながら悪い兵庫や大阪、埼玉は重症者が多くなってるわけですね。やっぱ相関関係明らかだと思うんですね。だから医療の逼迫を防ぎとともに死亡率を上げたければ、私やっぱりポイントは高齢者施設への、検査だと思う。しかも、尾身先生も今日もどういただいた通り、頻回の検査だと思うんですけども、そこで大臣にお伺いしたいんですけども、まあ、これ提案です。まあ、これ見ると3日ごとにやると、からできれば感染が分かったときにですね、大臣この間おっしゃった2週間休まなきゃいけないんですよとおっしゃった、まあ、それは確かに施設にとって切ない。そこに対する支援体制も整えると。でその上で、まあ、今の状況ではどうしようもないので、厚労省にきちんとどういうふうな実態で検査しているかをきちんと全国的に調査してもらいたい。この3つでかなり感染の、による医療の逼迫度変わると思うんですけども、それに関して大臣のご答弁をいただきたいと思います。田村厚生労働大臣。まあ、クラスターも含めて、各介護施設等々、まあ、何かあった場合には従事者の方々がですね、まあ、休まなきゃならないということで、その時の、まあ、ヘルプ体制といいますか、そういうものを今47都道府県全部お作りいただいております。ただ、まあ、どれぐらい
まあ、今のところ見ておりますとそれほどですね介護施設で、まあ感染者が出てるっていうことはあまりないんですけれども従事者の方々に、まあ、まとまって出た場合にその都道府県で対応できるかどうかっていうのはちょっとその人数によって変わってくると思いますが、とりあえずそういう体制を組んでいただいております。それと状況に関してこれはもう今お願いをしてですね申請も来ていただいておりますのでそれを見てくればどれぐらいのどの地域がどれぐらいの、まあ、検査率かっていうのは分かってくると思います。今までですねもうずっとこれ去年の9月ぐらいか私大臣就任からずっとお願いをしてきました。なかなか進まなかった、これはまあいろんな理由があると思います。先ほど言ったその何かあった場合に従事者の方々マンパワーがという問題もあれば出れば当然濃厚接触者までですね2週間ご自宅で待機というお話になりますから本当にそういうことも含めて事業者の方々は従事者の方々にご理解をいただいてやらなきゃいけない。これ強制的に従事者をみんなやってくれって言ったってなかなか辛い分ですよね。はっきり言いまして検査を無理やりやらせるっていうのは、まあ、試験の制限とは言いませんけれども本人本来自由ですから、まあ、もちろん蓋然性が高い場合はこれは行政検査で無理にでもやっていただきますけれども、だそういうような非常に難しい瀬戸際の中で実はご協力をいただいておったんだろうなと。ただ感染拡大しましたから皆さんそれぞれにやっぱりもうやらなきゃいけないというご意識をお持ちいただく中においてですねこの3月そして4月からはですねかなりの施設の皆様方がご協力をいただけるようになってきて、これは大変なご努力を施設の皆様方それから自治体合わせて従事者の方々もですねしていただいているということでありまして改めて感謝申し上げますが、さらに多くの方々がですね検査いただけるように努力をしてまいりたいというふうに思います。青山正幸君、まあ、大変恐縮ながらできない言い訳を並べられたなと思ってるわけです。ずっともう1年経ってできてないんだったらやり方が悪いわけですよ。頼み方とかでどのくらい尾身先生おっしゃるように行けばいいわけですよ。厚労省の職員なり何なりがどのくらいやってますかって。でそれを飲食店なんかいきなり緊急事態宣言で全店閉店ですよ。そういうようなことをさせておきながら重症者死者を量産していると言っていいようなこれ見るとですね今現状そうなってるわけですから、実際にそうじゃないですか。実際に私は何が失礼なんですか。飲食店が量産してるんですか。ではご静粛にお願いします。ご静粛にお願いします。質問この状況をほっといたら亡くなる方が多く出るわけですよ。6割出てるわけですよ。私はそれを止めたいから一生懸命言ってるんです。外野からうるさいんですよ。それが自分はそういうことに関して真剣に検討したのかですよ。こういう数字誰が拾ってきてると思ってるんですか。私は毎日のようにこういう数字を研究して、で政府ので足りないところがあるから一生懸命提言してるんです。過去を責めてるのではなくて、どうしたら日本において感染が減るのか、どうしたら苦しむ人が減るのかということをやってるわけですよ。で今の話はそういうことなのでまた続けてやらせていただきます。そして最後に一つ、今変異株の陽性者特に関西圏ではものすごい増えてます。ご承知の通り報道によれば兵庫県ではもう8割くらいが変異株だと。で実はですね私は兵庫県の医師会の、まあ、ある幹部の方とお話をさせて一番困っているのがですね、まあ、今厚労省の方で前に出した通知で、まあ、原則入院だと変異株の方は。でそれは無症候者でも軽症者でもそうだと。でこれ実は聞きましたら4月の1日に都道府県の状況によってそうしなくていいよと言われているようですけれども、それ徹底されてないと。でしかも退院基準が PCR で2回陰性というのがそのままなんです。だから入院者の逼迫はそこに原因があるというふうにも現場からこういう声が上がっているわけです。ですからこれ早急に見直していただきたいんですけど、大臣の見解をお願いします。田村厚生労働大臣。3月の31日だったと思うんですけども、その変異株 N501Y の方でありますが、これに関しては感染者の方々に対してですね自宅療養でもいいと。今まではその個室の病院って話でありました。で合わせてですね同部屋でも結構でありますというそういうような事務連絡を出しました。で今言われた退院基準ですね、これに関しては今の、まあ、従来株でいきますと発症から10日間経っていれば、
まあ、回復してから72時間経っていれば検査なしでこれは出れるんですが、あのこのですね N501I はまだウイルス量がどうも多いというような、そういう専門家の方々、しかも長く持続するというようなそういうご評価もいただいておりますが、まだこれ詳細分析できておりませんので、どれぐらいの期間ウイルスを持って人にうつす能力があるのかというのはちょっとわからないものでありますから、それを今いろいろとご評価いただいてですね、なるべく早く退院基準の方もですね、あの見直しをさせていただきたいというふうに思います。青山雅之君。はい、あのぜひあの現場のために今おっしゃったようなあの客観的な、見直しよろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。あの大井先生もありがとうございました。次に。